解説は加納圭介さんです。まあ、矢野監督のインタビューの中でやっぱり1回の攻防がっていう話が、ね、ありましたけれど、そうですね、はい、やっぱここは、まあ、僕ら見ててもそう思いましたもんね、やっぱりね、うん、ここで一発が出たオースティン。ただ4月以降勝ち星のない2軍で調整してきたこの大貫の立ち上がりを、こういうラッキーなヒットもありましたんでね、ここで1点取ったりとかしてればちょっと変わったのかなという感じだったんですけど、これ0点だったのでちょっとまた昨日取っておいてっていう風に思っちゃいましたよね、はい。まあ、ワンアウト3塁1塁で4番5番の連続三振というところ、ここは一つは大きく明暗分かれたところになりました。まあ、秋山もこう立ち直りの気配を2回には見せて、外、山本というところの連続三振もありました。大貫をなかなかこう捕まえられそうで捕まえられなかったですね、ありましたね。このスタートを切って動いたんですけどね、はい、ここでね、動きましたけどね、はい、でこの後ショートライナーに終わったマルテで、大山はサードゴロ。まあ、この3連戦は本当にクリーンアップに打点がつかないというのがね、やっぱり痛かったですね、うん、タイガースは。そうですね、という中で秋山はノーアウト1塁から宮崎にこのセンターへのヒット、2人ランナーが出て、ここ怖いというところでね、やっぱり外のこの打球です、センター左へ、ちょっと甘くなったんですよね。これで5対0になりました。こうなるとベイスターズペースです。5回には桑原、まあでも1試合でこの3発ね、秋山打たれるという ね珍しいです、はい、だからちょっとこうコントロールが荒れているところをしっかりベイスターズ打線に捕まったという感じでしたけどね、5回の裏、まあ、勝ち投手の権利を大貫が得ようかというところで、ワンアウトから近本がツーベースで猛打賞、糸原も続きました。これで1点返しました、6対1。なおもワンアウト2塁で、今度は3番のマルテ、レフトサイドがツーベース、これで6対2で、このあと大山佐藤というところにも1本残念ながら出ませんでした。そうですね、そこら辺でしたね。6回の表は石井大地です。ツーアウトランナー2塁で、これうまくね打たれました、うまく中間深いところ引っかかった感じですね、結果これがタイムリースリーベースです。7対2。3人目斉藤、2イニング投げましたが、7回の手はこのオースティンの三振、まあ、中軸に当たるところでしたが、いい内容でね抑えました。宮崎もセカンドゴロ、ただ2イニング目、外に対してのこの高めの球ですけど、いやこれはもう選手を褒めるしかないんじゃないですか、すごい打ち方です、すごい打球ですもんね。12号ソロホームラン、8対2で、2アウトランナー1塁というシーンで梅野こんなプレーがありました。これスーパーとしましたね、すごいプレーですよね、はい、ランナーの大和でした。そして8回です、三上からワンアウトランナーなしで佐藤がようやくツーベースを放ちました。久しぶりのヒットです、しかも長打です。この後ワンアウト三塁一塁でピンチヒッター糸井、ピッチャーは砂田に変わりましたが、右中間深いところの犠牲フライ、これで1点返して8対3。ただ反撃もここまで、8対3でベイスターズが勝って同一カード3連勝と